さあ、今回はミナトを使ってやっていきたいと思います。今回は回線がいいですね。前回は 一品だったんで。さあ、行きますよ。サポートキャラにはナルトを連れてきました。対戦相手もナルトですね。ほい。なるほど。ちょっと後ろにチャクラダッシュしてしまうミスをどうにか。やばい。嘘！なんか飛んだ先が螺旋岩の先だったみたいなね。あっちゃー、変わり身も。はい、やっぱね、チャクラダッシュのタイミング、三角とバツを同時に押さなくてもできるみたいなコメントをよくいただくんですけど、どうしても早く打ちたいからやっちゃうんですよね。なんか一瞬ラグったぞ今。なんだ、何が起こった。いけ、よーし。おっと、相手は変わり身を一つ消費しましたね。はーい、当たっちゃうっていう覚醒はしないでいこう。いけ、よーし。今めっちゃいいタイミングで起きてきたな。行くぜ父ちゃん。これがあれですね、サポートキャラと特有の奥義ってやつですね。よっ、オーケー、最後押し切れた。いやー、でもやっぱりかっこいいですね、ナルトとミナトの奥義は。行くぜ父ちゃんっつって。オーケー、いいぞ。ここからどこまで持っていけるか。よーし、まだまだいきますよ。おら、ナルト、オーケー、いい感じに使えてるんだが。やばい、ナルト、いけ、よーし、いいですね。やばい、オッケー、いけ、よーし、強い港。もう少し積極的に攻めてくるべきだったね。ですね。というわけで今回は港を使ってのランクマッチでした。ではまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。